はいえまずスタートですえスタートはえまず内側から松井選手が出ていきましたねえそしてえその後ろには2番の坂井選手一りをしていますまこのレースなんですけどもやはり坂井選手ポイントでしたよね非常にいレースをしたと思いますまやはりえ松井選手とね犬鈴選手がいればまそこのね先行争いというかねまそこにはそういうのが考えられますので一回インを切ってえ片方のラインを出してね その後にいましたのでね。まあ、動いていい位置を取りましたよ、ね。そうですね。まあ、これが酒井選手ができるようになってくれば、もっとね、上位にいけると思うんですよね。そうですね。だから、スタートで。はい、最初から清水選手の後ろではなくて、中段にいながら、前に出てというレースができましたで、ね。うん、そうですね。その、苦境にいいレースをしてくれましたよね。はい そして松井虎生選手は前を取って、まあ、深谷選手いますから、うん、まあここは何が何んでも指導権を取っていきたいという、ね、気持ちもあったんですけど仕掛けるタイミングがちょっと悪かったような気がするんですよね、うん、そして後方には、えー、犬伏選手と清水選手がいますけども、うん、まあ犬伏選手がこれ前に上昇していくんですけどね まあ短期勢は後方で様子を見る形なんですけども、まあ、北鶴選手も最終バックで、ね、結構見せ場を作ってくれましたのでね,ね仕掛けていきましたからね,ね、はいはい、その辺も、えー、見どころだったなと思うんですけどね、はいえー、やはり、犬、え、渕、ー、選手、えー、昨日の、えー、レースでは清水選手に力でねじ伏せられてますのでね、うんうん、やはり何か清水選手が から感じたたもののがあったのかなとというところですよね、えー、しっかりと主、えー、導権を、えー、取りに行ったと思うんですけども、まあ、やはりそこに、ねえー、最初6番の南選手がついてましたので、うん、まあここねついていければ面白かったなというのもあるんですけど酒、まあ、井選手が1回、インを切りましたから、うん、まあついていったとしても粘られて、えー、場所をさ、ね、ばかれてしまうのかなということでしたよね。うんうん まあ残り2週半盤で酒、えー、井選手、非常にいいレースしましたね、えー、犬淵選手の上昇に合わせて1回松井虎生選手を切りました、えー、そして、えー、9番、3番を行かせて3番手、非常に、えー、準決勝では 必要なレースですよねよく怖がらずに、松井選手のこれ、突っ張りもあるので、そう,そうですよね。これ、切るのにね、勇気いたと思うんですけどね。そうですよね。よく切っていきましたよね。はい、松井幸一選手も少しね、焦っていたのか、まあ、タイミング少し悪く、うん、いってしまったんですよね。犬串選手がちょうど踏み出した時に行ってしまいましたので、まあ、ここは清水選手にえ裁かれる形になったんですけども、まあ、その後、深谷選手もね、その上をまくりに行きましたから、3番、うん、9番とまくり合戦ですよね。うん、まあ、犬串選手はえ、ここでね、 ちょっとアクシデントもあったんですけども、うん、まあここで三番九、三番七番という形で間をね二番の井選手が突っ込んできて、三番二番七番という形でゴール決着です。うん、まあこのレースやはり深谷選手も清水選手も強かったんですけどね、うまく走ったのは井選手だったなという感じですよね。そうですね。はい。あのブイを見ながら思ったんですけど、はい。えー。 北鶴選手のまくりも出てるし深谷選手のまくりも出てるんですよね、これ2者でって思ったんだけれども、前の方では犬口選手を調子のいい清水選手が番手まくりしてたんですよ、そこで3コーナーでスピードが合ってしまった、っっちゃたんでですよね外が下がってしまったでするとかばってたら、かれちゃうですねだから清水選手の気持ち、切り替えの速さっていうか、これ、スピード持たないなっていうところで、前踏んだ、判断力。 光ったレースでしたね。そうですね。はい、清水選手お見事でしたね。はい。今日は犬伏選手に前を任せていきました。気持ちも伝わるレースになりましたね。そうですね。まあ、しっかり先行してくれたんで。はい、あの。はい、自分が一応、くること行きました。松井選手も出させませんでしたが、いかがでしたか。そうですね。ちょっと松井さんが止まったんで。 よしと思ったんですけどちょっとその上すごい深谷さんが来てたんではいちょっと出させてもらいましたその深谷選手もいい勢いで来てましたよねまあ何度か出たからにはしっかり合わせて1着取ろうっていう感じでしたね。最初のいい今大会ですけれども決勝へ向けての手応えはどう感じていますか、うん、まあちょっと重たくは感じるんですけどまあ日に日に良くなってるような気がするんでまあ明日しっかり頑張ります たくさんの方がこうして応援に駆けつけてくださいました。皆様にメッセージお願いします。はい、あの明日も精一杯頑張ります。お願いします。